よし行くぞうわおグラディそっちじゃないよよし重視の力を見せてやるうわっ王様なんでこんなところに僕のこと知ってるの何よこれはジミニーやトロンと同じなのかいやでもここはディズニーキャッスルじゃないしあの世界は眠りに閉ざされていないどうなってるんだどうしたんだい大丈夫いやここってどこん君はその鍵そうこれはキーブレード分かってる他の世界から来たんだねうん僕はミッキー実は僕も訳あって今はこの世界で重視をしているここは俺が知らない時間に王様がいた世界その世界が眠りに閉ざされていて王様がまだ混乱してるのかい？また来た！俺はソラ、ここは任せて。ありがとう君に助けられたねこんなんじゃ重視失格だよとっわはっっっ敵はどこだグーフィーもう大丈夫だよグーフィーわっへっほっあれもうやっつけちゃったのドナルドも前に友達になってたかな？うん。初めましてだね。彼の名前はソラ。いつ知り合ったかなんていいんだ。僕たちはもう友達だよ。バオ、トマスさん。グーフィーだよ。うん、友達だ。さあ、僕たちはプリンセスの護衛任務だ。行くよ。ドナルド、グーフィー待って、俺にもそれ手伝わせてよ重視でない空にこれ以上危険なことはさせられないよそれならなおさらだよ友達が危険なことをしてるなら放ってはおけない分かったよ、ありがとうじゃあ、あれやっとくあれってはあ、みんなは一人のために一人はみんなのためにー
おめでとう諸君。たった今これを持って君たちは獣死隊の一員だ。俺の見立て通り制服も似合ってるな。さて早速だが、君たちに任務を与える。プリンセスミニーの護衛だ。プリンセスは何者かに狙われているらしい。君たちの手でプリンセスを守るんだ。プリンセスが狙われている。わかりました。そんな急に僕に逆らわ。僕の計算によると、大丈夫みたい。ドナルドは勇敢で、グーフィーは頭がいい。僕は体は小さいけれど、獣士としての心は誰にも負けません。みんなは一人のために。一人はみんなのために。ドリームイーター、敵だ。敵？馬車を壊されるわけにはいかない。
え？プリンセスの護衛はここまでだ。お前も獣士たちと仲良くしてな。バイバイ。王様じゃなくてミッキー。ソラ、ごめん、プリンセスが連れて行かれた。ううん、ソラのせいじゃないよ。僕たちが揃ったんだから、きっとプリンセスを助け出せるよ。そうかな。そうさ、僕たちが力を合わせれば大丈夫。さあ行こう。うん、見て、馬車があるよ。プリンセスはいないみたいだね。ということは、うん、この先でプリンセスが僕たち獣士の助けを求めてる。そうか、僕たち獣士だもんね。僕たちでプリンセスを助けよう。おい、俺を忘れてるよ。
Yeah!
あれはピートか。どういう世界なんだここは。どんな世界にせよ、あいつは放っておくわけにはいかないな。
受け
何が始まるんだ？あれはミッキーたちのつもりか？しかし、あいつらはどこの世界でもいつも一緒なんだな。ピート！
なんだ。ミニ。ありがとう、助かりました。どこへ行くんだ。急がないと獣士たちが危ないのです。何があった、詳しく聞かせてくれ。あなたは。リク、ミッキーの友人だ。舞台に危険な仕掛けがしてあって、ミッキーたちを誘い出して罠に陥れようとしているのです。装置はここで操作できるのですが。やばいやばい、これを忘れるとこだった。あれ、なんで出ちゃってるの。おい、何してるんだ。ボスがお待ちかねだぞ。ん？あれです、あの装置を取り返してください。わかった、逃げるな。話しなさい、無礼ですよ。これはこれは女王陛下、ご機嫌麗しゅう。ピート隊長、これはどういうことです。なに、大したことじゃありません。俺様がこの国の王になるだけの話です。ミニー王女の宣言で。なんですって、そんなことを私がするとでも。もちろん王女本人にしていただこうとは思ってません。王女の偽物に宣言させるんです。その間王女には黙っていてもらおうと。そんな悪巧み、ミッキーたち獣士隊が許しませんよ。ああ、あいつらにはここで消えてもらうから心配ご無用。おい、準備は整ったか。バッチリですボス。さっき試してきた。やつらペシャンコですよ。よし、お前らそいつをなくすんじゃねえぞ。女王は舞台裏の特等席でお待ちいただけますかな。さあ舞台の幕開けだ。はっ。
よし。Yeah!
じゃ。はっじゃ。はっ。はっ。はっ。ふっ。消えろ。ふっ。じゃ。あっ。じゃ。せっじゃ。はっ。これまでだ。はっ。これまでだ。こいつを倒さないとってやつか。はっ！くらえ！
これでどうだ。あ、なんだと？どうやら間に合ったようだな、ソラ。あ、よかった。ありがとう。あなたのおかげです、リック。まるで獣死体のような働きでしたね。何なんだ？その獣死体というのは。そんなことを言うのか？ええ、誇りある獣死体の心得です。みんなの絆を結ぶ言葉なのですよ。そうだな、俺にぴったりの言葉なのかもな。みんなは一人のために、一人はみんなのために。ソラ、ありがとう。
君のおかげで王女様を助けることができたよ。そっか、よかったな。ええ、彼のおかげ。うん、悪者だ。え、やっつけたと思ったか。甘い甘い。だったら今度こそやっつけてやる。待ってソラ、ルフィ、なんとかならない？うん、どう？何か思いついた？いいこと考えたんだけど、やってみる？もちろんさ。そげー！うわいった、やった、僕たちやったよ、三重士のお手柄だ。やったぞ。みんなは一人のために、一人はみんなのために。はあ、あれは何だろう。ん、どうしたんだ。おい待ってよ。グーフィー、どこ行くんだ。どうしたんだいソラ、そんなに急いで。あミッキー、グーフィーがどこかへ行っちゃったんだ。グーフィーが一体どうしたんだろう。どうしたんだいソナルド。落ち着いて、最初から説明して。タズはプリンセスを狙ってたんだ。まさか隊長が僕らを重視にしたのに。あれは嘘だったんだ。嘘？でも嘘でも本当でも重視が危険から逃げるわけにはいかない。だったら重視を狙えばいいでしょ。ドナルド待って、隊長の悪巧みを止めよう。そうだよ、俺も手伝うから。頼むよ、一緒に頑張ろう、友達だろ。やっぱりダメ、あれぞ。ドナルド、ドナルド。ドナルドはきっと戻ってきてくれるよ。ありがとう、ソラ。体調が悪者だったんだな。一体どんなやつなんだ。どんなやつだって。こんなやつだ。あ、ピート。うにゃ。知らないやつがいるみたいだな。おい、お前ら相手をしてやれ。ピート隊長、重視に与えられた力によってあなたを逮捕します。そいつはいいな。じゃあこういうのはどうだ。この拳に与えられた力によってお前をぶっ飛ばす。ベア、メッキー、ソラ、ソラ。ドナルド、グーフィー、ミッキーは。ミッキーはモンサンミッシェルに連れて行かれたよ。あそこには潮が満ちると海に沈んでしまう力があるんだ。きっとそこに。大変だ、すぐ助けに行かないと。でも何言ってるんだよ。ドナルドとグーフィーはミッキーのことが心配になって戻ってきたんじゃないのか。それに俺たちはずっと友達だっただろ。そうだぞ、僕たちはずっと友達だ。さあ行こう。うん、
さ、
Huh!
獣士じゃないんだろう。本当の獣士ってなんだよ。獣士になりたいって気持ちはどうしちゃったんだ。一つそれは勝てない。獣士としての心が大事なんだよね。そうだね、みんなの言う通りだ。大事なのは獣士の心と力を合わせられる友達だ。ピートはオペラ座に行くと言っていた。プリンセスもきっとそこにいる。よしみんな、プリンセスを助けに行くぞ。あいつら。おい、奴らだ。ブスに叱られるぞ。急げ。王女様、行こう。今こそ三獣士の力を示す時だ。燃えろ、せいやった。
ダメだ。一緒にいてくれてるんだ。よし、みんな王女様を早く、ここは俺に任せてくれ。うん、頼んだよ。こんなもう少しのところだったのに、一体どうなってやめるんだ。お前ら出てこい。さあ、俺たちが相手だ。とどめだ。
やっとそれの素晴らしい働きをたたえて、あなたたちを正式にこの移住士に任命します。みんなありがとう。やったよかったね。さあみんなは一人のために、一人はみんなのために。みんなは一人のために、一人はみんなのために。空と陸が旅立ってすぐに違和感があった。もしかするとかなり早い段階から
ゼアノートに感づかれていたのかもしれん。それじゃあ二人は？今回の試験は本来の承認試験とは全く異なる。しかし彼らが今後なすべきことを考えれば不可欠なこと。純粋な光の数7つの扉を開けば新たな力を手に入れここに戻るだろう。その時点でマスターの資格は得ているはず。それゆえ試験というには厳しく危険ではある。二人は大丈夫なんですか？二人の力を考えれば無理なことではない。だが気配は引き続き探っているが、どうもおかしい。ゼアノートは巧妙な策士だ。こちらの動きはある程度想定済みだったのかもしれん。ではかつての機関のメンバーがこうして人間に戻った。それはゼアノーとも同じはず。こうなった以上ゆっくり考える猶予はない。ゼアノートの想定外の一手、こちらも裏を書く必要がある。もう一度聞くが、決して楽な道ではないぞ。ああ、さっさと始めてくれ。